小説シリーズ、期間3巻。宝島社文庫、このミステリーがすごい。対象シリーズよりシリーズ第1弾、スマホを落としただけなのに、が2017年4月20日に、第2弾、スマホを落としただけなのに、とらわれの殺人鬼が2018年11月6日に、第3弾、スマホを落としただけなのに戦慄する、メガロポリスが2020年1月9日に、刊行された。 2016年の第15回、このミステリーがすごい。対象で最終候補に残るも落選。しかし隠し玉として過失修正を加えた後に2017年4月に宝島社文庫、このミステリーがすごい。対象シリーズより隠し玉シリーズとして刊行された。2018年11月2日に中田秀夫監督、北川稽子主演で実写映画化。 続編となるシリーズ第2弾、スマホを落としただけなのに、囚らわれの殺人鬼が2018年11月6日に発売となった。続編となるシリーズ第3弾、スマホを落としただけなのに戦慄する、メガロポリスが2020年1月9日に発売となった。2020年2月21日に、シリーズ第2弾を原作とする、中田秀夫監督、千葉雄大主演で、 実写映画が公開された。男は、ある日タクシーで拾ったスマートフォンの着信で、稲葉浅見と会話をする。待ち受け画像の浅見は、美しい様相で、男は浅見に興味を持つ。浅見はスマホをなくした恋人の富田誠の代わりに、スマホを返してもらうべく男と自由が丘で待ち合わせを、するが、男は、現れずに、スマホだけが帰ってくる。その頃、 神奈川県丹沢山付近の山中で動物に掘られた土の中から若い女性の白骨死体が発見される。刑事のブス島トールは殺人事件として捜査を始める。三者の物語が同時進行で進む中、次第に狂気に満ちた惨劇へと発展していく。物語は男、浅見、刑事二人の三者の視点で展開され、A、B、 シートそれぞれの視点でパートが分かれている。この漫画がすごい。ウェブにて2018年2月2日より開始され12話まで、その後は LINE 漫画に移籍して連載。コミックスは宝島社から全1巻刊行されたものが LINE デジタルフロンティアで真相版として1から3巻になり、全7巻で完結。2018年11月2日公開。 全国315スクリーンで公開され、11月3、4日の2日間で、動員16万9千人、公衆2億3 4四百万円になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となり、さらに公開から3週間で、累計動員107万人、興行収入14億7193万を記録した。2018年10月、 オートバンクと日本放送プロジェクトによりオーディオブック化され、audiobok.jp o および Google プレイにおいて配信された。再生時間は約10時間。2018年12月、原作者の心差し画の所属会社である日本放送にて特別番組として放送。オーディオブック版を心差し画が2時間弱に再構成したもの。心差し画が ドラマのプロデューサーも兼ねた。地方局でも順次放送する予定。また、地域によっては前半と後半をまとめて放送するところもあった。日本朗読アカデミーのスピンオフ企画、朗読劇の第5回公演。正岡健一郎脚本、菅沼直宏演出、人気声優陣とスピンオフ企画、朗読劇の前回のトライアル公演から引き続きの 若手人気声優の出演により、2019年1月29日から2月3日まで、銀座白品館劇場にて上演された。後日、第2巻、囚われの殺人鬼、第3巻、戦慄するメガロポリスも同企画で朗読劇化されている。日日ごとに、キャストの組み合わせが決まっており、同じ俳優が違う日時に、同役や違う役を演じることもあった。 二千二十年三月二十日から四月五日にかけて、東京の木の国やサザンシアター高島屋にて、全二十四公演が行われる予定であったが、新型コロナ蔓延の影響で三月三十日以降は、休演となった。冬の辰巳雄大と浜中文一が、ダブル主演を務める。メインキャストはそのままで、二千二十一年六月四日から六日に、かけて、大阪の松下 IMP ホール、 2021年6月9日から14日にかけて東京の日本青年館ホールにて全14公演が行われる予定であったが新型コロナ蔓延の影響で大阪公演は中止となった。ありがとうございます。